ドクターレシピ。今回は先日放送しました元気の時間生放送の時間内にお答えできなかった新型コロナに関する質問にお答えしていくスペシャル企画となっています。まずはですね、東京都60代の女性の方からの質問です。高校の教員です。一足制の学校なのですが、一足制は靴底に菌が付着している可能性があるので危険ですか？学校が始まる時の衛生面での注意とともにお聞きしたいです。例えば靴底だとか、それ泥だとかいっぱいついてるとかっていうことであれば、まあ、そこの汚れっていうのはちゃんと取ってやった方がいいかなと思います。履き替える時に手でも持ったりするじゃないですか。はいはいはい。まあ、そうすると逆に手にこう菌がついちゃったりとかってすることもあるんで、あ、まあ、そういうリスクもあるんだよと、まあ、そうすると履き替えない方がいいよねってことになるわけです、はいはいはい、なのでそういう面では別に一足制だから悪いよっていうことはないと思うんですよね、うんうんうん、むしろあの靴を履き替えた時こそ手は洗わなきゃいけない、あ、まあ、それはちゃんと注意しなきゃいけませんよっていうことは言えると思うんですよね。続いてはですね、静岡県の40代の女性の方からの質問です。うがいの吐き出した水は感染しますか？学校が始まり、トイレ掃除、手洗い場掃除で感染したら困るなぁと心配しています。感染してる人の、例えば唾だとか、はい、唾液っていうのは、もちろん感染リスクは高い。だけど、例えば水道水だとか、まあ、そういうものには多分いろんな塩素とかが入ってますんで、まあ、それはもう感染する確率はまずない、つまりウイルスの活性化はないというふうに思ってもらっていいので、それは心配ないと思うんですよね。ですからまあ安全ですよということになるわけです。ウイルスは水道水に弱いっていうのは初耳ですね。つまりあの水道水っていうか塩素があの消毒として入ってますよね、多少なりとも。なのでそういう面では まずそこで感染源は まずほぼないだろうというふうには思いますけどね。学校の先生もだし、そのお父さんお母さんが子どもたちにトイレ掃除やあの手洗い場掃除するときにこれ気をつけとけば大丈夫だよっていうのはありますかね。あの一つは掃除機をこうバーッとやる前にちゃんと拭き掃除した方がいいですよね、うん、掃除機って結構あのわわわ舞っちゃうでしょ。はいはいはい。でホコリが舞っちゃいますよ逆に、はい、まあ、そうすると菌がわーっと舞っちゃう可能性があるんですよ、うんうん、まあ、そうすると感染をまた拡大させちゃうというか菌がこう繁殖させちゃう可能性があるので、まあ、まずはこう空拭きでもいいので空拭きしてきれいに拭いた後でちゃんと掃除機をかけるとか順番があるんですよね。すごく難しいんです、うん、千葉県の50代の女性の方からの質問です、高齢者さんのデイサービス勤務です。機能訓練などを担当しており、唱歌などを歌いながら体操をしたりしています。感染予防で歌うことは自粛中なのですが、歌が好きな方がたくさんいらっしゃるので口を閉じてハミングでなら歌っても大丈夫でしょうかということです。なかなか難しいですよね、ちゃんとやっぱり歌いたいですよね、はいはい、で例えばそういう歌うときにこう唾液だとか唾とかボン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 こう飛ばないような状況で歌うっていうことだったら大丈夫だと思うんですよ。ただそういう使いたいっていう場合には、まあ、いちいち毎回毎回こうきれいに掃除をするっていう形でやれば問題ないと思いますけど、はい、もちろんマスクして歌えばもちろん全然問題ないと思うんですよね、うん、呼吸がうまくできないとか酸素不足とかっていう懸念もないですかね。ああ、それもありますけど、例えば今使ってるマスクっていうのは結構通気性がいいですよね、はいはいはい、でまあ大きなものっていうかそのそういうものがどん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 抜けていくってことがない限りは普通のマスクでも十分にウイルスはあのキャッチできるんで、うん、まあ、そういう中で呼吸もちゃんとできるので、まあ、そういうところでは大きな声を出して歌うっていうのは全然問題ないと思うんですよね。埼玉県40代の男性の方からの質問です。おはようございます。質問ですが、近くの日帰り温泉が営業しているのですが、
ウイルスはお風呂とかサウナとか高温であれば大丈夫なんでしょうかという質問です。これはなかなかいい質問だと思いますけれども、はい、まあ、一般的にウイルスっていうのは高温多湿って苦手なんですよ、はいはいはい、だから例えばお風呂の中だとかあるいはサウナの中っていうのは、まあ、まず感染力があるようなウイルスは、うん、まあ、いないだろうって思われてるんですよね、うん、ただそこの距離が近かったらそれはやっぱりちょっと危険かもしれないですよ、 ある程度距離感は必要かなと思いますけど。次回は新型コロナと食材に関する質問にお答えします。ぜひ見てください。よかったら CBC テレビのチャンネル登録のボタンを押してみてください。すぐに使える健康法が満載の元気の時間は毎週日曜日の朝7時から CBC TBS 系列にて放送中です。チェックお願いします。